東堀切れ、東堀切りは、東京都葛飾区の町名。現行行政地名は、東堀切れ1丁目から3丁目。住居表示実施済み区域である。亀有警察署の管轄区域。郵便番号は124-0004、葛飾郵便局管区。葛飾区西部に位置する。北で、西亀有1丁目。東でお花茶屋1.2、3丁目。 南で、宝町2丁目、南西の一部と西で、堀切切り3.5、6.7、8丁目に隣接する。主に住宅地して利用される。地区の南辺を、京成電鉄の鉄道線路で隠した南北に、細長い町域を持つ。町名表示は、南北側に向かって1、2、3丁目の表示となる。ほぼ町の全域から、南南西の方位に東京スカイツリーが見える。 町内に河川は流れておらず、傾斜地が少なく、平地のみで構成される。上下千葉村、沢原村と呼ばれた大半が田畑の農村地帯であったが、戦後の高度成長期である昭和三十年代頃から、田畑跡地に個人宅、都営住宅など団地、集合住宅等が多数建設され、流入人口が激増。それに伴い、自宅を兼ねた。 個人商店も多く開店し、商店街を形成。また医療施設や学校などの公共施設も多数建設され始める。隣接する西亀有などと共に、かつては稲作や野菜の生産を行う農村地帯であり、現在の東堀切南部にあたる旧、下千葉町の代表的な農作物は、小株とつまもの野菜であった。中でも小株の名産地で、 都心の市場に出荷された。上記の通り、戦後の高度成長期の人口流入に伴い、農地が住宅、商、工業用地に転用されたり、またそれまで農業を営んでいたものが、その所有地の大きさを生かし貸しや、月気味駐車場などの不動産貸し業や、店舗を他を営む商業などへ起業し始め、比較的駅に近く利便性の良い東堀切り南部の、方から、 農地は次第に姿を消し、最後まで残された北部イコール2から3丁目の大規模な畑も、世帯の死亡などの世代交代の土地相続による高額な相続税納税のため土地売却、し地化され、現在は大幅に規模を縮小した家庭菜園規模のわずかな面積の畑が北部に数箇所残されているのみとなっている。かつて下水道整備の遅れていた。 この周辺地域では流入する大量の人口に追いつかず、ドブ川と呼ばれるもともとは農業用だった排水路が多数存在し、そこへ生活排水を直接流していた。降雨の際、猛烈な悪臭を放ったり、大雨では氾濫も起き、このため汲み取り式トイレの家庭がほとんどであったが、1970年代後半頃から急速に下水道の整備が進み、 トイレの水洗画の普及や、ドブ川には、コンクリート製の蓋がされたり、アスファルト舗装による、歩道化、緑地化が進み、かつて排水路に多くかかっていた橋はすべて消滅し、現在は橋跡に石碑が残るだけとなっている。掘り切りの東であることに由来、詳しくは、掘り切りの地名の由来を参照。2017年、平成29年12月1日現在の、 世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道駅は設置されていない。しかし、隣接する宝町に、京成電鉄、京成本線、お花茶屋駅、堀切りに、堀切り勝負園駅の一路線二駅が所在する。人口流入が激増した昭和30年代。 まだこの地域では宅内に風呂がなかった家庭も多く、各町目ごとに銭湯が開業。各家庭に風呂の普及した現在も自主廃業した第二き中と2005年の火災に離焼失した双葉湯以外は営業しており、下町の風景として存在する。昭和20年代、戦災による住宅の喪失と人口増加による住宅不足を解消するため、東京都は 農地が広がっていた葛飾区に都営住宅の建設用地を求め、建設用地として農地などを提供するよう広く区に呼びかけを行い、東堀説にも多くの都営住宅が建設された。なお現存する建物はすべて1980年代以降に建て替えられた二代目の建物である。葛飾区全域で町会、自治会の活動が盛んであり、東堀説でも 各機の町会が存在。各町会ごとに集会所があり、また街頭に掲示板も設置されている。毎年、葛飾区内全域で5月の最終日曜日に行われている、葛飾、環境美化のヒクリーン作戦の一斉清掃の活動を町会単位で行ったり、毎年秋にも様される、氷川神社祭礼や上千葉香取神社大祭に腰や出汁を出す町会もある。 もともと、電電校社亀有局の収容地域であり、東京23区の市外局番03に続く、市内局番は60 60、601.602603.604690.838であったが、1991年、平成3年、頭に3月期、3601.36023603.36043690.3838。360 1988年、昭和63年以降、頭に5がつく5629.56505680も追加、後に6662も追加される。なお例外として、KDDIJCOM ソフトバンクテレコムなどが提供する自家集電話や IP 電話の番号では当てはまらない場合がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。